セブンイレブンでゆで卵を買いがちなゆこきの問イ箱です。今日紹介するのはこちら。うん、SH フィギュアー仮面ライダーゲーム無双ゲーマーでございます。もうゴリゴリに久々なエクズイドのフィギュアーですよね。もうもはや,いや一個前が何か思い出せないですけども。まだ出るんですね、ゲーム。きっとこれが最後のゲームだと思いたいですけども、果たしてどうなんですかね。いやね、一生パワーアップしていくんでしょうかね。じゃあ開けていきましょう。 はい、取り出しましたと。もうね、チックチックするんですよ。もう、至るところは尖ってるんですよね。もう最近、チクチク系のカメラライダー多くないですかもう、指怪我しちゃうよ。まあ、これはエグゼドの無敵ゲーマーの一部リレコ一部新規パーツという感じになってますけども、まあね、派手ですよね。この髪の毛のパーツもね、今回も付いているということで、 細かいとここ見ていこうはい、マスクはこのようになっております。ゲームなので非常に黒いですけども、紫のところもかなり暗めですけども、メタリック塗装が非常に効いててね、これはこれでよくできてますね。相変わらずね、目がね、暗いからね、見えにくいところはちょっとね、残念ですね。だいぶエクゼイドの右圧発売されて立ってるんですけども、この辺は基本改善されないですね。でもこのゲーム無双特有の前髪ですよね、シルバーの。これなんかのゲームキャラに似て ってて言われてましたけどもちょっと僕ゲームあんま詳しくないから何か思い出せないんですけどもまあ確かに画像を見た感じに似てるなと思いましたで角ですよね左右非対称なんですよ真ん中の角は無敵と一緒だと思いますけども左右の非対称のやつはゲームのオリジナルのものですねこれが意外と差別化されてるところでもありますかねで胸のアーマーはこのようになってましてこの辺もエクゼイドの無敵をベースにしてるんじゃない なないいかとと思いまますすけどもも微妙に違うところもありますね意外と変更点結構多いんですねちょっと髪で隠れてる部分どうなってんだろうあなるほどねキラキラな形状してますけども色が暗いのであんまキラキラ感は出てないですねで腕はこのようになっておりますとはいまたいろいろついてますね紫のものがこれが非常に尖っております頭の飾りもすごいですねめっちゃ尖ってるしこれもまた無敵とは違う形状になってます 付属の手首パーツは持ち手首に脱力した手首に大きく開いた手首パーツが一組ずつ付属。で、足はこのようになっておりまして、太もも部分はまあ特に変わりはないですけども、このね、ブーツ部分は非常にトゲトゲしております。この膝の甘が一番凶悪ですよね。はいはいはい。塗装とかね、結構メタリックな紫色がね、非常にかっこいいので、全体的によく塗られてるんじゃないかなと思います。で、後ろはもう髪の毛で覆われております。 このパーツね。これ自体はエクゼードの無敵と変わりないと思いますけども、色がね、下の方がグラデーションになっていたりだとかするので、差別化はされてますね。またこれもね、交換してなびいてる状態とかにもすることができます。ちなみに紙取った で、背中は見てみると、このようになっております。まあ、なかなか見えないところですけども、この辺も特段おかしなところはないんじゃないかなと思いますね。で、ベルトにはゲーム無双のね、文字がね、再現されてますね。これ結構細かいし、ちゃんと塗装されてんのはすごいところ。で、真ん中にはね、両手を上げたゲームの無双ゲー,ゲーマーがいますと。いや、ゲーマードライバーもなんか久々に見た気がするな。 ということで仮面ライダーゲーム無双ゲーマーのフィギュアツをね、細かく見ていきましたと。もうトゲトゲでね、マジでどこ持ったらいいかわかんないですよ。本当にね、特に足が痛いんですよね。で、落としたらもう一発で終わりだと思った方がいいぐらい繊細なものでもあるので、怖いよね。 より無敵ほど派手ではなないいんだなっていうことも分かりましたね無敵が派手すぎるんですよね、ゴールドですから。再現度としてはもう十分素晴らしいでしょうね。でも立体化するとは思わなかったな。ということで可動範囲見ておきましょう。ちょっと動かしやすいように髪の毛のパーツ意識通りました。で、首の回転はこんな感じでぐるんぐる回りますね。髪がなければですけど、前髪の関しては軟質素材でめっちゃ柔らかいので、意外と邪魔にはならない。で、肩の可動は怖いですけども、 水平方向ままで上がりますね回転も問題なしで肘もそれなりにも上がりますね腰の回転ぐるんぐるんであっ怖えい,いていていてで開脚は前後はこんな感じでいてで左右はこんな感じまあベースはエクゼイド系の フィギュアーツなので特段稼働に変わりはない、むしろちょっっと制限されたり取り取扱いい注意な部分が多くなってますはい、比較していきましょう。こちら SH フィギュアーツ仮面ライダー XZ の無敵ゲーマーでございます。今回のゲームの無双のベースになってるものですけども、いや、ね、全然違いますね。でも改めて比べると。色がね、全く違うので、そりゃそうなんですけども、いやね、ゲームはね、負け地とね、前髪に毛を追加して増毛してますからね。で、どちらもトゲトゲ具合に関しては同じ なのでマジででで取り扱い注意ですねでもやっぱりエグゼイドの無敵ゲーマーの方が強そうですよ。なびいた状態の髪のパーツ一式はこんな感じでございます。これもエグゼイドの無敵と変わりはないと思いますね。このパーツをどこにどうはめていくのかっていうのはね、一生頭に入らない気がする。じゃあちょっと髪の毛付け替いてみますか。おいしょ。ほんとね、訳わ,わかんなくなっちゃうんですよね。後ろの髪取って、で、左右の髪も取ってあげて、 よいしょ。やっと取れた。で、右から ABCD とパーツを挿していきますと、これが A のパーツですね。いや、わかんねえよなー、本当に。 はい、これでできましたね。なびいてる状態。めんどくさいですね、相変わらず。でも結構ね、なびきのね、形状自体はリアルで、躍動感あるんですよね。これでゲームもある程度ね、アクションしやすくなったんじゃないかな。いや、紙パーツ交換してアクションさせてますけども、めちゃくちゃポロリしますね、<laughs> 紙のパーツ、やっぱり。結構紙同士のね、干渉もあるし、特にね、左右のね、この紙のパーツがね、めっちゃね、ポロポロ取れるんですよね。これはイライラしちゃうやつですね。まあ 敵の時もそうでしたけども,もうデザインを、うん、優先でね稼働とかもアクションを犠牲にしてるようなフィギュアなのでしょうがないっちゃしょうがないんですけどねツイッターとかでねカスタムでねワイヤー通して柔軟に動かせるように髪を改造してる人もいましたけどねさすがに僕はそれはできないこのゲームの無双ゲーマーはですね TTFC で配信されている仮面ライダーゲームズに登場したねまさかのヒューマギアとして復活したダンクロとか変身してるものですけどもあの作品 よよくわかんんないんですよね内容としても割とサクッとしてて短いんですけども、まあ、一応仮面ライダーアウトサイダーズにつながるものだっていうことは最近分かったんですけどもおそらく XZ と01のね脚本家が同じっていうのもあるのでそういった共演もあるのかなとは思うんですけどもゲームズに関してはまあ正直面白いか面白くないかで言ったら。 別にって感じですけども、あの、アマツガイのね、秘書型ヒューマンギアのリンがちょっと可愛いので、それだけで見てるようなところはありますけどね。まあ、このアウトサイダーズになって、ゲームの無双ゲーマーがまた無双できるのかっていうところはね、ちょっと気になるところではあります。 なんとかキックポーズもね、させてみましたけども、髪の毛の躍動感があるのはめちゃくちゃいいですね。そして足の裏がね、塗装されてんですね。これびっくりしましたわ。こんな感じで赤く塗られてますね。ゼワンっぽい色合いですよね。面白いわ。はい、劇中でもやってたゲームの無双対仮面ライダーデルタでございます。園田他マリの顔をした新しいスマートブレインのスマートクイーンが変身したデルタですよね。いや、まさかの対決ですけども、スペックさすごそうな気は するんだけどなまあ、この世界どうなってるのかよく分かんないですからねゼロワンの世界なのかエクゼイドの世界なのかファイズの世界なのかも分かんないからもうごっちゃごちゃなんですよね一応オルフェノクもいるそうなのでアドサイダーズでどんな感じにね絡んでくるのか楽しみだけどねエクゼイドの無敵ゲーマーと対決させてみましたこれはね普通に見てみたいけどねいやフィギュアだと再現できますけどもフィギュア圧の無敵も無双もめちゃくちゃ動かしにくいんで大したポーズできないですよねなかなかかっこいい ポージングもできないですよね基本まっすぐ向いてますからねでも意外とやっぱりこの2人を並べると今回のゲームの無双ゲーマーもう悪くないんじゃないかなと思ってきましたはい今まで発売してきた仮面ライダーゲームとダンクロト2体のフィギュアズ全部持ってきましたと全部で8体ですねとんでもねえな主人公でもないのにね、まあ、エクゼイド放送ぐらいその後1年2年ぐらいだったらまだ良かったのかもしれないですけどももう何年経ってんですかねさすがにあの飽きましたよバンダ <laughs> もうゲームはいいよ。運送ゲーマーで終わりにしましょう。なのでアウトサイダーとかで変にパワーアップさせたりしないでほしいですね。まあいろんなパワーアップ形態ありましたけども個人的に一番好きなのはやっぱりゾンビゲーマーです。 フィギュアーツの仮面ライダーゲーム、無双ゲーマーですけども、いやー動かしにくいですね。こんなに動かしにくかったでしたっけ無敵も。髪の毛が常にポロポロしてる感じがしますね。もうデザイン上、いた方ないですけども、基本はもうこんな感じでスッて立ってるのが一番いいんでしょうね。絶対倒れたらね、トゲをやっちゃうので、気をつけたいところではありますけども、まあ、造形に関しては、もともと良かった無敵ゲーマーがベースになってるので、無双ゲーマーになっても非常に クオリティは高くなってるんじゃないかなと思います塗装もね非常に細かくて綺麗ですし髪の毛のグラデーションだったりだとかゲーム無双のガシャットもすごいね細かい塗装と造形になってるので再現度はめちゃくちゃ高いですよまあ一旦これで x z ゼード系のアーツは終わりかなまだ出してほしいものはもちろんありますけどもキリがいいっちゃ霧がいいところでもあるのでこれで終わりな気がしますねなんやかんや僕も全部買ってきましたからねそのうち全部紹介する動画とかね作ってみようかなと思いますということで 僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユートピーでしたありがとうございます